シニアカレッジ2008の2周目に訪れる綾町は、宮崎市から西へおよそ20キロの場所に位置します。綾町にあるテルハオオつり橋は歩くつり橋世界一としても知られ、橋の長さは250メートル、高さは142メートルあります。つり橋からは照葉樹林や綾渓谷を眺めることができます。観光や講義の間には綾町にある薬膳茶房オーガニック郷田で昼食をとります。ここでは命見つめる食の講義を行う管理薬剤師の郷田美希子さんが迎えてくれます。器などの工芸品が展示された落ち着いた店内では、綾町で採れたこだわりの食材を使った薬膳料理を楽しむことができます。湯煎の森では昔ながらの手作り試し込みによる本格焼酎作りを見学しながら講義が行われます。